なるともうどうにもならんな。やつら最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。ゆえに己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。光まだ大丈夫。レックス、真の動きを止めるわ。光の速度には光の速度よ。分かった。みんな巻き込んだらごめん。よーっ。やったか。言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。真終わりだ、少年。無人剣。あの時バーンの構造に好きにさせるか。メルフ様。ほう、近くで見るとかなりのべっぴんさんだな。殺すのがもったいないぜ、あんた。剥がせ。やめろ。まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ。その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ。世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか。そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほー、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタン。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、真。出なければ。どうするというのだ。私は、私を消滅させます。ホムラ？私が消えれば、困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな。
そんな芸当ができたとは。どういうこと？あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子砲ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光、その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン？意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろ、ホムラ、こいつらは。シン！よかろう。ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど哀れだ。ホムラ。